おはようございます、目白自動車です。今回は個人タクシーのお客様が代替登録でレクサスの LS からアルファードのエグゼクティブラウンジに乗りたいというご依頼いただきまして、予算や内容ですね、いろいろ考えた上で無事にですね仕入れることがいただきまして、今タクシーメーターさんに向かっております。距離はですね、まあそこそこ行ってるんですけど、距離はまあ気にしないでくださいね。ナビもですね、何種類かあるんですよね。結構今何台かやらせてもらって、4台ぐらいかね、30型やらせますけど、ナビみんなちょっとずつ違うんですね、いろいろ。あとキャンセラーはこれついてます。外装は後で撮らせていただこうと思いますけど、モデリスタのフルエアロンがついてる状態での仕入れでございます。そして本革の方はこのベージュですね、ベージュ柄の方でやってきました。白革、黒革、ベージュあるんですけど、やはり白はもうですね、物によってはもうすごい汚いんですよ、汚れがですね。とこれ中には本当すごいのもありますよ、綺麗なのもあるんですけどね。白の汚れってのはもうやはり皮磨きとかでは限界があると思いまして、黒革のサンルーフを探してたんですけど、あこちらのベージュも使い方はとてもいい。そして履歴も法人ワンオーナー様ということで、まあ、社長が後ろに乗ってて従業員の方が運転してたのかというようなイメージもあるんですけども、とてもいい状態でございます。ここについてるのもあるんですけどね、これ前期はここでカメラこれっていうのありますね。パッキングでやっとく、あ、危ない危ない危ない、僕カメラ持ってないですからね、まあ、見ればわかるでしょうけどね、左手がそんなに長いわけねえじゃねえかみたいな。今回は名店さんが矢崎の方でですね、お世話だったので、結局今あのいろいろとあるんですけど、決済機がついてる車がいいです、あ、つけられるやつがいいですっていうお話もあってですね、じゃあたまにはうちも結構中古のメーターあるんで持ち込んじゃおうかなと思ったんですけどね、たまには新品をつけるのもいいだろうということになりました。ということでこんな感じでですね仕上がりました。はい、ありがとう。カメラいただきましょう。おい、これで、ね、止めた状態でこれを押すと、このようにですね表示が変わることができると。もう一回変えます。これ確か出ました、空中撮影してる風ですね。まあサンルーフがないのでそれではないことは確かなんですけど、この前期顔のカメラ、これ後期でもこのような表示になります。中も綺麗ですよ。ちょっとここがバカになってますね、ちょっと弱い。で板金のあとで、何でしたっけ、やる前の写真撮りたいですけどね、ここ板金しました。すごい結構なへっこみだったところなんですけど、あとで写真の方も載せられればと思いますけどね。どうですか、回送ナンバー更新しましたよ。今までの番号と違うのがマニアの方なら分かると思いますけど、エグゼのモデリスタのフレアロ、うわー本当に700何十万のエアロつけたら、これもう乗り出し800、そしてもう嬉しいことにすでにスタッドレスがついてるというですね、乗り始めでもうちょうどやばいですからね、スタッドレスもついてる無事故車両のこのような感じで決まっております。なかなかいいですよね。このような感じで早くメーターや9時に持ってこいっていうのを忘れてました。もうそんな感じでこの後メーター取り付け、そして外装の帯ですね、そして上にアンドン、フラッシャー、そして予備検査、登録、ETC セットアップ、まだまだ残ってますけど、もう超速でこの車できるように最大限の努力をしたいと思います。12月28日までしかないですので、もう急ぎですけどね、12月23日の撮影でした。ありがとうございました。